長く続いた時短営業解除され、店の判断は。コロナ禍で時短営業を余儀なくされた飲食店、それに合わせて早朝営業を始めた店も数多くありました。制限が解除された今、その営業時間をどう変えるのか、都内の飲食店を取材しました。今日午前6時。おはようございます。お待たせしました。お店の開店に合わせて集まった複数の客、そのお目当ては濃厚なスープと中太麺が絡み合う醤油豚骨ラーメンです。吉祥寺駅前にあるこちらのラーメン店では、現在午前6時から早朝営業を行っています。もともとコロナの感染拡大前は午前11時から翌午前2時までと深夜まで営業していましたが、コロナ禍で時短営業となり売り上げが激減。苦肉の策として始めた営業時間の変更でした。それが今では早朝もこの店の大事な稼ぎ時となっています。想像以上にお客さんが定着してくださって、1時間で2回転ぐらい、5、60人ですね。やってよかったです。厳しいコロナ禍をなんとか乗り切り、ついに訪れた制限解除。営業時間を元に戻すのか、店の決断は。営業時間は、制限解除後はひとまず23時まで、仕事終わりにお疲れでうちのラーメン食べに来る時間まではやりたかった。午後9時までだった営業を午後11時まで延長することに。早朝に加えて夜中の営業も始めることにしました。来店客からは、時代の流れに柔軟に対応できるのはすごいいいんじゃないかなと思うので、これからも来たいなと思います。ただそうなると気になるのが人手の問題ですが、従業員多めには蓄えていました。かぶって人数多い体制でやってた時期もすごく正直あって、それはやっぱり人件費かかっててもう大変でしたけど、でもまあいつ解除になるかわからないわけじゃないですか。いつも発表が急なので。店主の永井さんは時短営業中も協力金などを活用し、スタッフ全員の人件費を賄うことで、いつ始まるかわからない通常営業に備えて人員を確保していたといいます。やっぱりスタッフは宝ですから、スタッフは大事に継続して、はい、続けていただきました。お客さんが生活の一部にしてくれてるので、それに応えていくっていう日々なんですよね。いつまでもそれを続けていけられたらな、継続ですね、継続をしていけたらいいと思います。